どうも皆さんこんにちは。フルマキスタジオギター教室です。今日は10フィートさんの第0巻、これを人差し指左手ですね、1本と弦6弦と5弦の2本で、右手はダウンストローク、ダウンピッキングですね、上から下のやつだけで弾ける弾き方を紹介します。で、まずチューニングですね。まず一回レギュラーチューニングしていただいて、6弦から E、A、D、G、B、E この状態にして、で6弦だけ1音下げます。なのでペグをちょっと緩めていただくんですけど、4弦の音、4弦の開放が D なので、この音に合わせます。6弦を、これだけでドロップ D チューニングができます。で、ドロップ D チューニングすると、何がいいかっていうと、人差し指1本でパワーコードが弾けるんですね。で、この低い D まで出せます。ヘビーな感じで。で、これは10フィートのタクマさんも同じように、ドロップ D で、第0巻弾いてるんですけど、タクマさんが弾いてるバージョンよりも、もっと、初心者さん向け、より簡易的な、弾き方で、左手も人差し指1本だけで、弦も6弦と5弦の2本だけで弾ける譜面を作ってみたので紹介したいと思います。では演奏の説明をしていきます。まず左手、左手は人差し指1本だけ使います。で、右手はピックを握っていただいて、で6弦と5弦だけをピッキングします。で、ダウンピッキングですね、上から下だけで、左手の人差し指は、同じフレットの6、5弦を音源する、なので譜面に5って書いてあったら、6弦と5弦の、5フレットを押して、右手で6弦と5弦をピッキングします。で、この時に右手の小指をこのピックガードのこの辺に置いといてあげると、右手の振りが安定するので、これ小指つけとくのをおすすめします。で、あと譜面で PM って英語が書いてあるところがちょこちょこあるんですけど、これは、パームミュートの略で、で、ブリッジミュートっていうのが割と主流な、言い方になるかな、なんでブリッジミュートっていうテクニックですね。ブリッジミュートっていうのは、このギターのこの辺、ここブリッジっていうんですけど、ブリッジに右手のここの側面チョップするとこですね、ここを当てながらピッキングする。PM って書いてあるところだけ。はい。そうすると、こう、ズン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 っていう。当てないと、当てると、こういうズンズンしたロックな音が出ます。これがブリッジミュート。PM ですね。で、その時も小指はピックガードつけっぱなしでいいです。で、こうストロークするような時はもちろん小指はつけないです。こういう6、5弦2本だけ狙って演奏するような、は小指つけるのをおすすめします。で、あと、バツマークですね、譜面にたまにバツって書いてあるところが出てくるんですけど、これは左手の、ミュートですね。なんで、これは今回は人差し指だけで演奏するので、人差し指をちょっと緩めるんですよね、バツのところは。ちゃんと音源してあげると、例えば5フレットで、はい、こういうちゃんと音が出るんですけど、ちょっと緩めてあげると、こういう音がします。キンキンした。こういう、ブリッジミュートと同じようにロックのギタープレイでね、結構聞く音かなと思うんですけど、これギターの音なんですね。なんで、譜面でバツって書いてるところは、その押してる弦を緩める。ただ弦から離しちゃうとダメです。離しちゃうと開放のゼロフレットの音が出ちゃうんで、弦には触るんですけど押さない、触ってるだけ。この場所によってちょっとニュアンスが変わるんですけど、これがバッテンの方のミュートですね。こんなところになりますね。そしたら、ブロックごとに、タブフと一緒に演奏した動画を、
アップするんですけど、テンポですね。今回かなりゆっくりめ、原曲よりもかなりゆっくりの、BPM100 っていうテンポでやります。で、原曲、テンフィットさんの原曲が150になりますね。なので、まず100のテンポで慣れていただいて、で、徐々に150に近づけて、105、110、115って感じでやっていくのをお勧めします。いきなり原曲テンポだと、初心者さんはかなり大変かなと思うので、はい、ゆっくりからやってみてください。で、まあ100でもちょっと早いよっていう方は、もっと下げて90とか80、ぐらいから始めても全然 OK です。